ですが。始祖様、お父様の言う通りにしてあげ、私にお恨みいたします。私はその罪一緒に背負ってあげる。だからこの子を返すね。可愛がってあげて。ただいま、お姉さま。カミュ、お姉さま。ただいま。おかえりなさい。よく寝て。寝てば。寝る子は育つというか。女の子だから。そうだな、そうだ。これを。これ。水島さんがもう必要のないものだが、これをこうして。お守りみたいですね。ああ。きっきっ。そうだな、この子に。幸をおからんこと。サンプルを回収しました。返して、赤ちゃん。失敗作の分際が触るな。ミコト、貴様。お迎えに上がりました。アイス、我々と一緒に戻っていただきます。こんなことをされて言うことを素直に聞くとでも思っているのか。おやめください。抵抗なされればこのアベルカヌルに素手で挑むほど愚かではありますまい。しつこい。ミコト、見事。目標、攻撃を開始。捕獲します。お目覚めかね、アイスマン。命令の手違いで少々手荒な真似をしてしまったようだ。許してくれ。お前ら、水島が君にあることないことを吹き込んだようだが、信じないでくれたまえ。我々としては君とは良き関係でいたいのだよ。そのようなことを今さら言うのか。あんなことをしておきながら。だが正直、君が戻ってきてくれたおかげで助かったよ。君のいない間、代わりに63号を復元して研究を続けていたんだが、これがなかなかのじゃじゃ馬でね。これでもう63号の方の計画は凍結できる。見てくれたまえ、これを。君の花弁のレプリカだよ。少し形が変わってしまったが、君のものとほぼ同じ機能を備えている。素晴らしいよ。俺はこれをつけているだけで力が湧き上がる。代謝能力や免疫力などもこれまでの比ではない。我々が再び地上の主となる日も近い。だがこれにはまだ不鮮明なことが多くてね。我々としては、ぜひともその謎を解き明かしたいのだよ。ミコトは、ミコトは、娘はどうした？ミコト？ああ、あの実験体下に母体となった貴重なサンプルだ。解体して大切に保管してある。サンプル？解体？何気にすることはない。あんなのが好みなら同じものを10体でも20体でも好きなだけ作ってやろうじゃないか。子供も君と同様の特別な待遇を与えている。何も心配はいらない。欲しいか。
そんなに死なない体が欲しいか。なんだ、なんだこれは。ならば、ならばその望み叶えてやろう。未来永劫を生き続ける、不死の体にしてやろう。体が溶ける。ああ。くそ、なんだ、なんなんだこのドロドロしたのは。助けて、壊れる。だ、大丈夫か松尾。そんな、取り込まれて中で溶かされている。 こんな生物がいるというのか。こんなただの赤い日海のような生物が、いや、そもそも生物なのか。信じられん。どうしたらいいんだ。第6、第8研究室全滅です。ダメです、歯が出しません。母体移動します。投入したアベルカムルはどうなった。応答ありません。なんで下からこんなものが。下の連中は何をやりやがった。アマテラスが作動します。照射まで約30秒。ちょっと待て、こっちにはまだ人が残っているんだぞ。まさかあいつら俺たちもと切り捨てる気か。停止信号。ダメです、受け付けません。くそめ、殺してやる。直撃しま。嫌だ、死ぬだけ。どうした、何も起こらないのか。殺してやる。なんですか今の声。それが汝らの次の願い。家畜消滅。応答ありません。バカな。この映像は大陸が故障じゃないのか。信じられん。死にたくない。そうか、何時はもう永遠に生きたいか。やだ、そう、やだ。体が そんな、見せよ。いいよ。うつみ。そうだよ。それがお父様の望みなら、お父様の望みは私の望み。だからアマテラス強制解任。照射準備。お父様を殺してあげる。さよなら。だが、むつみも我を滅することはできなかった。やむなく、むつみは我をこの地に封じた。
だが、封じられる前に、別れた心は、その後も戻ることはなく、長き眠りの間、我らの別れた心は、次第に、二つの独立した存在となり、